月のフレッシュマンは宮原うちの巻店にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、飯沙耶香と申します。今年で21歳になりました。うちの巻の一区に住んでいます。飯さんはこちらのお店に勤められてもうどれぐらいが経つんですか？今年で3年目になります。普段はどんなお仕事をされてるんですか？はい、普段はお菓子の発注だったり商品出しを主にしています。お仕事のやりがいだったりとか楽しいこと、または普段心がけていることとかどんなことありますか？はい、商品を出してやっぱ商品の動きが早いと嬉しく思いますし、商品が欠品しないように普段、心がけております。じゃあお客様に喜ばれることをいつも気にされてお仕事をされているということですね。はい、ではちょっとプライベートなこともお伺いしたいんですが、まあ21歳結婚願望とかはありますか？あります何歳ぐらいまでにしたいなとかは？そうですね、25歳ぐらいまでには。じゃあどんな人がタイプですか？優しい人がいいですね。じゃあそんな人と、阿蘇市でデートするならどこに行きたいですか？はい、景色の綺麗な大観望でドライブとかしたいなと思います。では最後にあちらのカメラに向かって、お店の PR をお願いします。はい、安く、お客様にたくさん買っていただけるように、日々心がけております。皆様のご来店お待ちしております。今月のフレッシュマンは宮原うちの巻店にお勤めの飯沙耶香さんをご紹介しました。では最後にポーズでお願いします。はい、せーの、フレッシュマン、さよなら。